やれやれ、こんなところまで追ってくるとは食い意地の張った連中ですね。お前が言うな。観念するんだな。地球勇者の名にかけてその弁当を返してもらうぞ。私をただの弁当泥棒と侮ったら痛い目に遭いますよ。いいでしょう。地球人の諸君にこのビューティー男爵の華麗なる戦いぶりを見せてあげましょう。まぶしい。いかん、このままでは負けてしまう。ゴードン。うん、私たちもやるぞ。ジェニファー、サーズイ。地球の平和を守るため、戦い続ける正義の使者、地球勇者キャプテンゴードン、ただいま参上。まずいですよ、ダールさん、エトナさん、私たちだけ置いてけぼりです。いや、俺様は一向に構わんが。ダメです、私たちもやるんです。本当にやるの、フロンちゃん。今はフロンちゃんじゃありません。ジャスティスフロンと呼んでください。さあ、行くわよ。この世に悪がある限り、可憐な天使が今日も飛ぶ。みんなの声が私の勇気、愛と正義の使者、ジャスティス・フロン。なんで俺様がこんな目に。私、こんな恥ずかしい思いするの初めてです。はあはははは、地球勇者チームに比べてそちらはチームワークが悪いようですね。あーもう、お二人のせいで笑われたじゃないですか。怒られちゃいましたよ、殿下。俺様は知らん、もう好きにしてくれ。
それ。Oh.
またお前の負けだ。弁当を返してもらおうか。残念ですが、お弁当はすでに私がいただきました。おのれ、なんてやつだ。この勝負、引き分けといったところですね。ではまた会いましょう。ごちそうさま。あー、お弁当が。まあいいじゃないの、お弁当はまた作ればいいんだから。ジェニファーの言う通りだ、弁当はまた作ればいい。おお、そういえばバーニーズの照り焼きピッツァの味が懐かしいな。よし、事件も一件落着したことだし、我々は地球に帰るとしよう。名残惜しいが涙は無用、さらばだ魔界の諸君。いざゴーだ、これならスムーズだ。バーニーズの照り焼きピッツァと聞けば、いかに悪魔とて止められはしないだろう。このまま何事もなかったかのように地球へ戻って。あんたさ、地球へ帰るのはいいけど、どうやって帰んの？ベースチップは壊れたままではないか。我々には地球に帰る術がない。ゴードン、今頃気づいたの？やれやれです。私のパーフェクトな計画が。残念だったな、ゴードン。お前は一生俺様の家来になる運命なのだ。私たちはもう地球へは戻れないのか。これから誰が地球の平和を守るのだ。私の地球勇者としての使命は果たせぬまま終わってしまうのか。
者から魔界勇者に改名したらどうですか？な、そんなことができるか？いいじゃない、ゴードン。地球だけが世界じゃないんだから。地球も魔界も関係ない。平和を守るのが私たちの使命でしょ？しかし魔界勇者はちょっとな。よし、魔王ラハールの名のもとにお前を魔界勇者に任命する。ちょっと待て、そんな勝手に。ただの家来から出世させてやったんだ。嫌とは言わせんぞ。ラハールちゃん、それじゃあ私たちこのまま残っていいのね？お前たちの能力、俺様が魔界を支配して行くのに少しは役立ちそうだからな。お前のそのムチムチした体のことも我慢してやろう。ラハールさんの口から我慢って言葉が出るなんてびっくりですね。ま、それだけ認めたってことなんじゃない？単にムチムチに目覚めただけかもしんないけど。ピロピロピロ、めでたしめでたし。ちっともめでたくない。これは夢だ、夢に違いない。夢だと言ってくれ。こうしてちょっと変わった人たちが正式にラハールさんの仲間として加わることになりました。結果的に人間を悪魔の仲間に引き入れることになってしまったけど、ま、そんな細かいことはどうでもよくなってきた今日この頃です。いつかこうして天使も悪魔も人間もみんなが仲良くなれる日が来るといいな。フロンの日記より。刻々と近づく地球防衛軍の影だけど、魔界の秩序は私が守る。小娘に何ができるというのだ。秘密兵器その1、メガ呪い砲。これで空からの敵はみんな撃墜よ。なかなかやるではないか。秘密兵器その2、プラズマ魔法陣。どんな攻撃も跳ね返す鉄壁のガードよ。そんなバカな。そして最終秘密兵器、アイマニア、フラン。強引かつ身勝手な解釈で全てを愛に導こうとする旗迷惑なやつよ。恐ろしい。次回魔界美少女伝説エトナ第11話、エトナ VS 地球防衛軍。魔界の歴史がまた1ページ。こうしてはおれん。我々も全軍をもって出撃だ。